あれ、誰か呼んで。お兄ちゃん、翼くん。あれ、俺。一ノ瀬家の滞在。翼くん、よかった、目が覚めて。早くナースコール。目が覚めたら病院で。家族が心配する。なんだかドラマの中みたいだと人ごとのように思った。翼くん、だってあれ、すみません、どちら様ですか。なんて。翼くん、っていうか私たちのこと分からない？翼って誰？じゃあ自分のことは？名前は？だって俺は、あれ？俺は誰？マジか。なんすかそのリアクション。翼くん、自分のことわからないんだよね。はい。ああ、そっかそっか、そうよね。え、ま、どういう。翼くん、あなたは多分記憶喪失なのよ。私たちはあなたの家族みたいで、一緒に旅行中に事故で頭を打ったらしいんだけど。え、らしいって何ですか。家族なら俺のこと。それが私たちもみんなそうなんだよね。は？え？検査の結果、皆さん脳に異常はございませんでした。事故で頭を打ったショックでしょう。日常生活を送るうちに回復すると思われますが、記憶が戻るように頑張っていきましょう。なんだこの状況。これらしいわよ。うわ、ガードレールを突き破っちゃったんですって。へえ、すみません、それ僕の運転っぽいですよね。いや、そんなこと言っても仕方ないわよ多分。いや、これ俺のことなんだよな。ひとごと感が。じゃあ自己紹介します。あ、はい。じゃあ私、一ノ瀬美奈子です。一応母親ってか、今日平日なのに仕事とか大丈夫なのかなって思ってます。一ノ瀬かけるです。44歳、で免許証に書いてあって、父親です。父親。マジか。一ノ瀬幸恵です。きっと私はおばあさんね。なんだか髪が短いのよね。よろしくお願いします。一ノ瀬光三、66歳。お、すみません。ゆっくり覚えればいいわよ。私たちも 2,3 日前に会ったばかりだし。あとは一ノ瀬しおり、13歳、妹です。よろしく。二人は兄弟ね。どっかで。あとこれ。一ノ瀬翼。中二なんだって。前髪長。あ、学校の方には僕が勝手に連絡しちゃってごめん。あ、いえ。いいでしょ別に。ま、これからよろしくね。俺はこれから。翼くん。あ、はい。この人たちとうまくやっていけるのか。お、お父さん。はい、お醤油。あ、ごめんごめん、ありがとう。てか、スマホのパスコード昨日も分かんなかった。再起動できないわよね。おー、俺1111から試したよ。ほんと？すごいな。でも全然当たんなくてさ。え、何番まで試したの？それがさ、どこまで数えたか忘れちゃったんだよね。本当に翼くん馴染みすぎ。なんだよ、
記憶喪失とは思えない。のんきすぎては？お前がカリカリしすぎなんだろ。何よ、二人の兄弟喧嘩もおなじみね。ええ、記憶を思い出すきっかけとして、記憶を失った患者さんとの思い出をご家族の方が話して聞かせるというのがあるのですが、皆さんの場合は。あ、じゃあさ、架空の思い出トークしね。架空？例えばこの6人で行った旅行の思い出をさ、なんとなくで話すの。そしたらさ、何か一個くらい当たんじゃね。なんだよその顔。よくそんなくだらないこと思いつくなって。いいじゃんしおりちゃん。じゃあこの間みんなで沖縄行った時楽しかったねとか。もうお母さん。お、そうそう、めっちゃ楽しかったよな。海とか行ったし、サメとか。そうそうね、お父さん。ああ、マンゴーとか美味しかった。そうそう、暑かったですね小僧さん。おお。な、しおり。お土産とかいっぱい買えた。いいじゃん。なんかマジでみんなで沖縄行ったような気がしてきた。確かに楽しいわね。どんどん行こうぜ。沖縄といえば那覇とかか、美ら海水族館、あとはウニとか。ごめん、私疲れたから先寝る。あ、なんだよこれからなのに。おやすみ。あら、おやすみしおりちゃん。おやすみ。しおりちゃん、最近元気ないな。そうよね、まあこんな状況だし。しおりちゃん、一番最初に目が覚めたんだよ。ストレス溜まってるのかな。先生も安静にと言ってただろう。そっとしておいた方が。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。